久保さん、今回、後期の木にしましょうか。後期、チャンスみたいなね。まあ、チャンスって見えないんですよね、多分ね。見えるチャンスと見えないチャンスがあって。うん、多くの人はね、パチンコとかだったらね、チャンスみたいなね、チャンスがこう告知されるかもしれないですけどね。見えないチャンスっていうのがあって、それが、まあ、久保さんが言う、まああの、ピンチに立った時のチャンスなんですよね。 ピンチに隠れているチャンスっていう。うんまあ、僕もねあの、ピンチをチャンスに変えてきて、実際にまあお金に、これはね、まあ、僕の中のあれですね。うんまあね、一回、人に信用してお金貸して、戻ってこなかったと。その時絶望したんですけど。 その絶望からですね、まああの、マフィア D っていうね企画を作って、それを当たりまして、まあ、トータルマフィア D の企画で2000万ぐらい上げたんですけど、だ100万戻ってこなかったけど、トータル2000万ぐらいは売り上,上げ上げたんで,で、そのマフィア D の企画から、まあ、実際にその、なんだあー、すげえお金を稼ぐ人たちが出てきて、まあ、やってよかったなって思いますし、売り上げも上がりましたし、まあ、よかったなっていう。 まあ、結構それが結構僕の中では、うん、一つの企画もんとしては、うん、もしあの時あのー、騙されてなかったらマフィア D っていう企画は絶対生まれてないので、うんまあ、振り返るとねそうだなっていうだピンチとかなんか僕はあの昔その成り,り,り上がれかな か本その成功した人の本を読んでね、成り上がれみたいな。で、その人が言ってたのが、書いてあったのが、うん、なんか、調子がいいときは立ち食いそば、調子がいいときは立ち食いそば、景気が悪いときは、景気を上げるために焼肉を食べるっていうね。なんかおもあ逆だな、面白いなと思ったんですよね。普通だったらね パチンコで買ったとかね。ボーナス出たよし、焼肉だっていうのが一般的な話じゃないですか。多分一般的ってボーナスで出た。じゃボーナスで何買おうかなとかね。ボーナス出たら立ち食いそばみたいなね。<laughs> 面白いなと思ってね。で逆に、あのー、うまくいって、うまくいってない時こそ、奮い立たせる、モチベーション上げる、元気,元気になる、景気をつける、焼肉を食べるみたいなね。 あ面白いなーっていうねすごくあの印象深かったんですけどね今までの発想になかったんでそうだからまあ結構ね逆なんですよね逆の時にだピンチの時にピンチと捉えてピンチのままにする人とやっぱピンチをチャンスに変える人の差が結構その成功するか成功しないかっていうところの 僕は大きな境目だと思います、ねまあ実際久保さんもマージャン店で黒字ずっと黒字出してたら今の人生は絶対ないと思いますね久保さんの天気、後期チャンスっていうのはマージャン店で赤字だったっていうのがチャンスだったっていうねでも当時はチャンスとは見えなかったかもしれないけども過去を振り返ると多分赤字だったから赤字で火の車だったからだと思うんですね 黒字でブイブイ言わせて出て、前もなんか言ったと思うんですけど、黒字でブイブイ言わせて出て、日本一の麻雀店ですとかね、テレビが来てね、麻雀店のオーナー、久保さんに今日はインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。みたいなね。どうして日本一の麻雀店の子こんなに来るんですかと。それはですね、みたいなね。多分ネットビジネスやってなくないですか、おそらく。久保さんね。 だから多分僕はあの人生をその成功、まあ、成功の定義がね、まあ、人それぞれ違うんであれですけどもうーんまあなん,かなんか変えていく人っていうのはやっぱピンチの時にチャンスにしてるのかなっていうのがすごくありますよねまあだからその映画とかも全部ね映画なんかも台本脚本があるんだけど 主人公のヒーローって逆境の時にそのまた強くなったりとか,うんなんか昨日ね僕ねドラゴンボール見てたんですよ久保さん久しぶりになんかアメバ TV を見てたらドラゴンボールは夜やってたんですよドラゴンボール会みたいなねでなんかその超強いやつと戦ってたんですよ超強いやつと戦ってなんかあの悟空が ベジあの、悟空がその,その、みんなのパワーを借りて、スーパーサイヤ人4を超えたみたいなね。で、スーパーサイヤ人4を超えたんですよ。で、今まで全然かあの、歯が立たなかった敵に、もう余裕で勝つんですよ。で、バーンみたいな。で、そしたら <laughs> あの、そのしそ、その、その区間ですよね、その、まあ、さ30分枠の最後は、なんか、 もうカッターで終わるんですよ。で、カッターで終わったらいきなりその倒した敵が出てきて、またレベルアップするんですよ。で、なんか <laughs>、もっと強くなるみたいな。<laughs> またピンチみたいな。<laughs> なんかピンチで、ピンチだったけど、ピンチだったけども、めっちゃ強くなった。ピンチでもう圧倒的に負けてて、でもそれをこう行っ,って、もう余裕で勝ったんだけど、またこうなるみたいなね。そう。そう。 まあドラゴンボール Z のフリーザ戦とかもそうなんですけどね。勝ったと思ったらなんかまた変形するみたいなね <laughs> そう。でもそれで、そうなってもまた乗り越えていく。そうなっても、相手がどれだけまた強くなってもまたこう超えていくっていう。まあそんなもんじゃないですか。うん。そう。でもそこで、なんだ。 終わる人と終わらない人の魚と思いますね。い、うん、ってらっしゃい。